待ちに待ったお昼休みだ。今日は何のパンを買おうかな。なあシュウ、小野寺見かけなかったか。小野寺？さっきまでいたけどね。お手洗いかなんかじゃ。ん？なんだこの匂い。ラク、お前なんか甘い匂いしね。ああ、この袋だろ。イチゴだよ。うちに来た客の手土産でさ、昨日食ってマジうまかったから、昼休みに食べてもらいてえなと思って。え？イチゴ？すっごいいい匂い！え？あら、お優しいですわ、ラク様。私のためにデザートを持ってきてくださるなんて。あ、いや。ちょっとマリカ、何が私のためよ。ちゃんとみんなで分けるんだからね。あ、ちょっと待って、そういうわけじゃ。ああ、何かと思えばイチゴですか。すごく美味しそうな香りですね。まずいぞ、実は一人分しかないんだよ。小野寺に食べてもらおうと持ってきたのに、このままじゃ。じゃじゃーん、このイチゴ、この俺がいただいたぜ。え？ちょっと！貴様！どういうつもりだ！ひどいですわ、舞妓さん。男子職！楽なやつ、イチゴを配って美女たちから好かれようとしているぞ！なんだって！これ以上やつばかりモテていいのか！いいな！いいはずがない！みんな、この紙袋を奪うのに協力してくれ！おお！あらあら。ひどい！行く手を塞がれたわ！民間人に手を出すわけには。お前ら話せって！惰性に無勢なんて卑怯だろ！無力よのう、ラク！いつもは俺たち男子が、たんまりと堪能してやろう！そんな量はねえっつうの！いや、そんなことより、てめえら、マジで話しやがれ！うわっ！なんて力だ！振りほどかれた！仕方ねえ、地球フォーメーションを！同じ手に何度も引っかかってたまるかよ！絶対取り戻してやる！突破した！チュー！さすがは我が友、そうこなくちゃ面白くないよ！待て！待ちやがれ！捕まえてごらん！今の一条か。くそ、どこに行った？あいつのことだ。距離を取ったと見せかけて、教室に戻ってるかもしれないな。ここ一回、戻ってみるか。待って。え、宮本？舞妓くんなら屋上よ。早く行きなさい。マジか。その情報は助かるぜ。気にしないで。それよりイチゴ、小先にあげるんでしょ？食べられる前に捕まえなさい。ああ、じゃあな。え、イチゴのこと、なんで知ってんだ？同胞たちの抵抗を振り切り、あまたの苦難を越え、ようやくここまでたどり着いたか、ラク。何ラスボス気取ってんだ、てめえは。さあ、その紙袋を返しやがれ。お前は遅すぎた。残念だが、中身はもうない。話を聞こうか。ん？お前はふざけたやつだけど、意味もなくこんな嫌がらせをする男じゃない。何か訳があるはずだ。そっか。ま、そんだけわかってるんなら、
これ以上引っ張っても野暮なだけだよね。はい、これ。え？ちゃんと残ってるよ、イチゴ。小野寺にあげようと思ってるんでしょ？でもあのままじゃ、他の食いしん坊な女子たちに全部食われてしまう。楽の性格からして、小野寺にも食わしたいからお前らにはやらん、なんて言えるわけないからね。まさか、それであえて横取りを？シュー、お前ってやつは。はいはい、惜しみない感謝感激は後にして、昼休み終わっちゃう前に小野寺に渡してきなよ。今なら音楽室にいるはずだからさ。音楽室に？あ、一条くん。小野寺、どうしてここに？私もよくわからないんだけど、ルリちゃんがここに行けって。宮本が？舞子くんなら屋上よ。早く行きなさい。それよりイチゴ、小先にあげるんでしょ？食べられる前に捕まえなさい。そうか、シュウが宮本に頼んでくれたんだな。一条くん、さっきものすごく急いでたみたいだったけど、どうかしたの？なあ、いや、それはもういいんだ。あのさ、小野寺、突然だけど、よかったらこれ、食ってみてくれねえか？え？イチゴ？なあ、すげえ美味しかったから、食って欲しくて、持ってきたんだけどさ。そっか。嬉しい。早速いただくね。あ、なあ、これ、爪楊枝な。あ、ありがとう。あ、小野寺、イチゴ好きそうだなと思ってさ、食べてもらえてよかったよ。そうなんだ。私のために？ああ。ありがとう、一条くん。私、すごく嬉しい。くぅ、この笑顔。やっぱり小野寺に食べてもらえてよかった。シュ、それに宮本、本当にありがとう。次は体育か。着替えて準備しねえと。だれだ？の。だれだ？誰って、そりゃもちろん。小野寺だろ？そんなことしてくるとは思わなかったよ。罰ゲームでルリちゃんに言われて。ああ、なるほど。宮本、グッジョブ！神様、私、本当に頑張ります。だから。はぁ、告白しようと思ったら、チャイムに阻まれ、電話に遮られ、告白のシンボル伝統の木に、雷落ちて中断されるとか、シャレにならねえオチまでついてきやがって。ああ、なんでこんな邪魔されるんだ！今度こそ、一条くんに気持ちを伝えられますように。俺は誰にも邪魔されず、小野寺と付き合いたいんだ！うるさいぞ！お玉！
わけのわからぬ規制をあげよって、落ち着いていなり寿司が食えんではないか。はぁ、のお天気でいいな、くそ。はぁ、でもまあ、とにかくだ。へこんでばっかいても仕方ねえ。またチャンスがあったら、今度こそ小野寺に気持ちを伝えてやるんだ。